品するこの SRX250 ちょっと状態を説明します。で最初はとりあえずエンジンかけましょうか。でこれタンクが結構こう中から穴が開いて燃料が漏れているという状態だったので、もうタンクは多分使えないと思ってもらった方がいいです。今直接キャブにガソリンを入れて、始動してみます。足回りの状態は、まあ、今の走行で分かる人はそういう風に判断されてください。ちょっと、まあ、この車体がどういう経歴で僕のところに来たかというと、僕の知る範囲では、まあ、前のオーナーさんは、まあ、女性が福岡市内で乗ってらっしゃって、で、それを僕が買いまして、で友人がもう何でもいいからバイク乗りたいっていうことで、僕の免許取り立ての友人に、まあ、乗ってもらってたっていう感じです。で、まあ、前オーナーが女性オーナーで、前のオーナーが、まあ、免許取り立ての方っていうこと で、まあ、そういう方に結構乗られてたのか。あ、ちょっと近くに来ていいよ。まあ、外装は、まあ、年式とやっぱり経歴からして結構まあひどいというかまあ結構使われてたんだなっていうような印象です。結構近くに来てで、まあ事故歴はおそらくないとは思いますけど、まあ低速での転倒とか立ちこけは結構あると思います。こっちの、グリップエンドもないし、このレバーもかけてますし、こういうライトとか地面とに当たったような形跡が見られますね。こっちのクラッチレバーも、まあ、曲がってますので、で、まあ、この車両はもう1ヶ月前までその前のオーナーが普通に乗ってました。で、降りた理由っていうのはやっぱりこのタンクに、まあ、穴が開いてしまって、で、まあ前のオーナーも、 もう ZX25R をもう川崎プラザで契約してしまったので、もう乗り換えを決意したっていう感じです。なので次乗られる方は、まあ、タンクを新品にすれば、まあ、とりあえずは乗れます。で、僕が知ってる範囲での不具合を、伝えたいと思います。ちょっとこのメーターのところに行きましょうか。まずこのメーターがですね、まあ、中のメーターギアの、まあ、油切れか何か分かんないんですけど、まあ、タコメーターと、スピードメーターが回転するときにすごくけたたましい音がして、針がめちゃくちゃ暴れるっていう現象が前起きてました。で、このタコメーターも、まあ何があったのか分かんないですけど、まあ外れて中に落ちてますね。で、まあ友人は、とりあえずの対処法としてこのタコメーターとスピードメーターのケーブルをもう除去して、最後の1週間ぐらいは乗ってたようです。なので、まあ、このメーター一式は、まあ、オーバーホールされるか、あの部品を、まあ、調達して直して乗られるといいと思います。で、キャブレターですね。ここの、まあ、燃料を噴射するキャブレターなんですけど、これ僕が、前の友人に預ける前に、まあ、自分で綺麗にして、オーバーホールとまでは言わないですけど、まあ、汚れとか
中に詰まっているものとかを除去して、まあこのようにもう調子いい感じです。なのでこのキャブレターエンジン関係はとても状態いいかもしれないですね。で、そうですね、ただこのエンジンのヘッドのこのガスケットから結構オイルにじみが発生しているので、このパッキンは変えた方がいいと思います。で、次足回りですね。このフロントフォークの、まあ、フォーク自体はまあ綺麗かなっていう感じなんですけど、このやっぱりパッキンの劣化から、もうここに滴るぐらい、オイル漏れを起こしています。なのでこのパッキンも、変えた方がいいと思います。で、リア周りですね。リア周りは結構まあ綺麗かなっていう感じです。まあもし次乗られる場合は、まあ、必要に応じて整備されるといいかなと思います。はい、では、まあ一通り見てこんな感じの SRX250 です。まあこの車種が好きな方とか、少し手間がかかってもいいから安く手に入れたい方に、ぜひ乗ってもらいたいかなと思います。まあ、とっても面白いバイクです。なかなか最近の現行車にはない味